どうもー今日は水曜日なんで、えー、お酒を飲みたいと思います。今週のぼやきということで、えー、これですね、生ジョッキ缶手に入れました。また、えー、またこれが復活ですね。もうあんまないんですけど、えー、ちょっとリカーマウンテンで、えー、買うことができたのでですね、えー、今日はこれを楽しむというところです。よし、これがうまいんですよね、この泡。これ見えますかね、この泡がね。 どうもーえっ、ー、と今止まったんかなさっきの続きになってるかなで今日はねもう一回言いますけど生ジョッキ缶が手に入ってるんでこれをいただきますあうまいっすね1週間こう一週間か6日間ね仕事をこう頑張ってきてですねそれで、えー、飲むお酒っていうのはもうやっぱ最高ですねでえー、まあまあ 今週みんなどうですかねこう結構ストレスたまってる人多いんちゃうかなと思うんですけど僕もね、えー、結構ストレスたまって今週のこう日曜日なんかはものすごくストレスあってですね、えー、いつもねこう土曜日日曜日月曜日っていうのは仕事が早く終わればですね走,走るんですね、えー、仕事、まあ、予約入ったりしてたらこう その日は走らないでっていう形はとりますけども予約がない場合は走るんですね走るんですけどもですねこう日曜日はあまりにこうなんかこう自分にストレスがかかってですねほんで走るのをやめましたちょっともうさすがにほんでちょっともうゆっくりしようと思ってゆっくりさせていただいてほんで月曜日にこうまた走って ランをしてで最近5キロ6キロぐらい、まあ5キロぐらいですね、大体5キロちょっとの距離をこうランニングで走ってたんですけども、えー、この月曜日がね、ちょっと、えー 8, キロね、8キロ走ったらですね腰がねむちゃくちゃ痛くなってですね、えー、で、キロ空手の道場稽古があってですね。で まあその時は別にそんなに気にせずちょっと痛いけどまあまあ行こうと思って行ってほいで今日ずっと腰が痛いっていうこうちょっとやや左のこう骨盤の辺りっていうかが痛いんでこれはちょっとん基本的には走ってアスファルトの上を走ってることによってのこう疲労がなんか来てるんかもしれないんですけどもえーまあまあ走るのをやめて直すんではなくてこう走りながら直していくということで、えー 一人ちょっっと相談しししたらまあアイシングをしっかりしてです、ね、ほんでこう休めてやった方がいいんちゃうかっていうことをやったんですけどうーんその冷やすことがどこまでうんいいのかわかんないんですけどもちょっと何かこう対策立てるのとちょっとこのまあせっかくねこうせっかくいうことはないですけど腰痛になったんでこれをこう治すために何かこう自分でこう探してみようと。 いいいうふうふに考えてまますすすちょっと痛いです、ま、だ痛いででだね今もこれから酒飲んでいくんでちょっと痛みなくなるでしょうけど朝起きてちょっとこう起きる時とかでももう痛いっていうことでちょっと腰痛を経験してるとあそしてもう一つの、えー、お酒がこれハイボールですねハイボールあちょっと飲みましょうか、えー、いつも通り美味しいですねティーチャーズのハイボール で今日はつまみがですねいつも通りですねこの辺えンニクシソニンニクとこれ見えへんわなこうかなシソニンニクとオリーブの実とらっきょそれとえー、キムチとそれとえー、っとですねこの枝豆ですね枝豆枝豆と今日はちょっとこれ珍しいんですけど マッシュルームですね。ホワイトマッシュルーム。名前ちょっとはっきり分からない。マ,マッシュルームをこうバターソテー、ちょっと塩味とバターの味で、えー、作ったやつをこう食べると。それでまだまだちょっと準備してあるのがですね。プライドポテトですね。プライドポテト。これは食べるか分からないですけど、一応まあ置いてあると。そしてさっきちょっと自分で手作りのピザ。シラスのりピザですね。シラスとのりと、えー、とろけるチーズとオリーブの実をね。 えー、4分の1ぐらいに切ったやつを乗せたそれで12分ぐらい焼いたやつがこうもうちょっとじゃ出来上がるんでそれをね、えー、食べようというふうに思っております、うん、でさっきのこうストレスの話じゃないですけどもちょっと考えててこんなあ当たり前みんな分かっていることかもしれないんですけどもまずこう一日にねこういろんな活動をしますよねこう1日にこう活動すするんですけども その活動の中でこう朝からこう活動的にこうやっていきますよね。ほんでやっていって夜に向かっていってどっかここでね、えー、リフレッシュするかリラックスするとかこう気分転換するようなこう時間を作ってやると。でそれをしてこうリセットして寝てほんで次の日に。 また一日頑張るっていうのをこうそのための何かこう1時間でも2時間でもねえそういう時間をこう作ってやる必要があるなというふうにこう思ったんとでえ1週間に1回僕の場合は休みがあるんですけどもその1週間に1回の休みでこう1週間をこうまたこう活動的になれるためのこうえリフレッシュタイムというかねリラックスする時間っていうのをこう作ってやるとでまたねそれに加えてですね 1>, えと1ヶ月に1回なんかねこうちょっとこう休めてやるというかねえそういうものをがこう必要だなというふうにちょっと考えました。で1ヶ月に1回その楽しみがあればですねなんとかこう1ヶ月またこうそれを楽しみにこういけるなっていうようなねなんかこうリフレッシュタイムっていうかねそういうものをこう作れるといいなというふうに思って 思いましたで今考えてるんがですねどっかこう1泊するんですねこうコテージとかその何、えー、て言うんですかえー、それ借りると小屋みたいなとこ借りるこう1棟借りるで安くて借りれますよねで家族でこうた泊まりに行ってもいいし1人で泊まりに行ってもいいんですけどもそういうとこを借りてですねほんで えー、その日はまあまあ、えー、昼ぐらいまでで仕事を辞めてですねだから水曜日になると僕の場合は水曜日になると思うんですけどほんで、えー、水曜日の昼からもうほんまにこうリラックスする,する時間まあ読書でもいいですしこうバーベキューでもいいですし夜はこう酒をこうゆったり飲んでですねほんでこう、まあ、夜景とか見えるとこやったらそういうのをこう楽しんだりあとちょっとこうえき、ー、火みたいなね ことををししたりとかしてですねこう完全にこう体をリフレッシュ心も体もリフレッシュさせる時間というかね、えー、そういうのをこう作ってやったらいいかなというふうにこう考えています。それはまあ1人でもいいし、えー、2人でもいいし3人でもいいし家族でもいいし何でもいいんですけどもそういう時間をちょっと1ヶ月に1回ぐらいちょっとご褒美として、えー、どうでしょうかね1万5,000円、まあ、2万円ぐらいかな。 2万円以内ぐらいでできるものっていうのをこうちょっとえ作れたらいいかなというふうにこう考えてます。そのためにはやっぱそれだけ余裕を持って稼がなあかんのですけどもほんで3か月に1回こう旅行に行くとかねそういうのをこう。 加えていくとほんで3ヶ月に1回旅行行けるということはそれだけ稼ぎがないといけないんでですね、えー、それだけ頑張らなあかんのですけども、えー、そういうものをこう作っていってほんで半年に一遍とか一年に一遍こういう楽しみ半年に一遍言うと例えばお盆とこう正月とかで何かこうねこうそこでこう休養してまたこう半年頑張れるっていうものを作っていくとそういうサイクルをこう回していくというかね。 えー、そういうものをこう作っていくのとそういう場所をねこれからこう、えー、いろいろと探していこうとで探しながらまあまあいろいろこう試しながらねこうやっていってほんで、えー、今1ヶ月に1回2万って言いましたけどそんなにかけるよりはでもうちょっとね例えば1人キャンプ的なね、えー、ことで言うともっとお金はかからないだろうしね、えー、そういうものをこうちょっとねこう探してみるというところですね。うん いろいろお客さんでもねこうキャンプ場に一泊してそれでたけ火してちょっとゆっくりするって言ってはったんですねあ,あそれいいなーって話聞いてて思ったんですよねまあ冬はちょっと難しいですけども冬はそういうえコテージとかそういうの借りなあかんでしょうけどもうんまあ夏にしろねえ秋にしろその春にしろそういうのができるかなと思ってるんでちょっとねこう僕の場合仕事から平日がね そういう日に当てれるんでですねそこまでむちゃくちゃ困まないだろうと思うんでちょっとそういうことを考えてますうんだちょっとそういう道具もちょっと揃えなあかんですけどもそういうものをちょっと作っていきたいなというふうに考えてますまあそういう場所ですね <laughs> 場所であったりそういうものっていうのをこう 作っていくのも一つの知恵ですよね、えー、自分のね、うん、自分をこうより良いこう活動できるためにこういうことをするっていうのをこう作っていくっていうのもこうこれからずっと生きていく中でこう必要なことかなというふうに思うんでね、えー、やっていこうかなというふうに思いますね、うん、だからストレスの対処の仕方というかその やっぱりいろんなこうストレスかかってくるやっぱりこう生きてる中ストレスがないとこう自分はストレスを感じないっていうのは自分のことがまあ基本的には分かってないということになると思うんでやっぱりそういう,こうストレスへの対応っていうのが必要になってくるなというふうに考えるということですねでですねえーまたえー今週はこう大相撲ですねで今日はちょっと仕事で あのー、大相撲全く見れなかったんですね、ちょっと仕事がそういうのにあったんで、でまあ、まあ仕事があったんで、それで見れないということはい、いいことなんですよね、いいことなんですけども、店やってるんで、えー、そうですね、あのだいぶこう中盤終わって、ですねこうだいぶ日がこう進んできてますけどもね、えー、非常にこう面白くこうなってきたなと。 いう風に感じてます。まあ今度の日曜日でも終わりですよね。うん、で、まあまあ高軽症ですねまず一つ。高軽症はこう最初序盤ちょっとねこう心配してたんですけども、あのー、途中からなんか一生した時があったんですけども一生してからですねそっからこう自分のね。 こう相撲をこう取り戻していってですねもう,こう立ち合いからずっとこう頭でこうぶつかっていくっていうことができるようになってからですねもう貴景勝はこう自分のペースになっていってえもう勝ち越してるんでまあまあなんとかねこう角番脱出するんじゃないかなと僕はこう見ていますというところですね。でまあまあああのー 豊昇龍、ね、僕ちょっと注目してたんですけども豊昇龍に関してはやっぱりちょっとこう病気で病気というかちょっとこうなんかのどかなんかが腫れたんからで2日間休む休まなかになってですねちょっと勝ち越しどうか厳しいかなという感じがこうちょっとしてますね。 さすがにこうずっと連勝でいけば勝ち越せるんでしょうけどもあのー、2球ですか、ね、2回休2日間休んだのがちょっと大きかったかなというところでまあまあ、あのー、なんとかね、えー、2桁負けない状態でこう7勝8敗とかね、えー、6勝9敗とかその辺でいって番付をちょっとだけまた下げてですねそこからまたこう次の、えー、場所ですね11月の場所でこうまた。 盛り返してもらいたいいいたかなという,ふうに思いますで僕のファンの、えー、貴若隆景ですね若隆景はうーんなんとかこう勝ち越しては欲しいなというふうに思ってます、うん、勝ち越して次番付を上げてですね、えー、また三役に返り咲いして、えー、小結関脇で大関を狙うところまでこう行ってほしいと今,今はね今の段階ではそういうところを思います、うん、強さもあるしいろいろありますねうん ほんで、白鵬に関して白鵬ちゃんは、えー、照ノ富士に関してはね一回負けてねびっくりしましたけどね、えー、大栄翔ですかね大栄翔ん大栄翔ですね大栄翔に負けて、うん、あのうお負けたでと思ったんですけどもその、えー、大栄翔の前の日の戦いが玉鷲やったんですけど玉鷲の時にねちょっとこう 危うい勝ち方やったんですねあれなんか調子良くないなと思ってこう見てたんですよねなんかこう圧倒的な強さというかこうなんとか買ったっていう感じやってこれちょっとてる、えー、の星負ける可能性もあんゃなと思って見てたら大栄翔が勝ったということでうんまあ ほぼほぼね照ノ富士が優勝する可能性が高いんですけどもあのー、今場所に関してはですねだから完全にこう圧倒的に強い勝ち方というよりは負けるどっかこう隙があればこう負けることもあるんやなというのがちょっと分かりましたね。うん、で琴奈がけがしてちょっと、うん、あれですね、うん、まあ休場になっちゃって、うん、あれですけど、うん、しょうがないですね。うん 北東富士もね、休、えー、場したんで、残念ですけど、北勝富士、今場所、ちょっと調子良かったんでと思ったんですけどね。で、まあ、霧馬山も調子良かったんですけども、うんうん、まあ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 、まあ、ね。うん、で、あの裏とね、えー、っと、えー、翔猿、宇と翔猿のこう、えー、戦いというかね、あれがあったんですけども、取り組みがあったんですけど。 面白いですね。裏と翔猿の戦いの面白いどうなるかなと思ったらまあまあ、えー、どっちらかって言ったかなちょっと忘れましたけど、えー、翔猿宇裏やったかな裏もなかなか見てて面白いですねうん。うん、ということでまあまあ、あのー、今日ちょっと相撲全然見れてないんで、えー、このあとね、えー、NHKBS の、えー、ダイジェストですね大相撲ダイジェスト取ってあるんでですね明日ちょっとゆっくりこう見て。 ああこんな感じやったやなというのをこう確認したいなというふうにはこうちょっと思ってるということですね。うん,うんまあ玉足頑張ってるなっていうのと隆の勝調子いいですね隆の勝ね、うんで。妙義龍がすごい頑張ってるというところで、うん、いいですよね。い、うんまあ、いろいろこう いますけどね面白いところがありますけどもまあやっぱりそう実力的にはこうあのさすがに横綱ということで照ノ富士がこう優勝がほぼほぼもう決まるんだろうと思うんですけどもえ正代とねえわえとん貴景勝ね 正代と貴景勝はちゃんと勝ち越してですね大関をしっかりとこう大関の地位をこう保っていただいて、えー、次の十一月場所にを迎えていただいきたいとでやっぱり今はまあまあ今場所は照ノ富士こう横綱初,横初,横初めて横綱になってちょっと優勝するという形でいいかなと僕は思います、うん、でやっぱりこう一番こう見てて面白いのは豊昇龍ですね。 王将流の相撲が面白いほんで自分がファンだから若隆景のこう相撲も面白いと。であと裏もねこうちょっと裏の相撲特にちょっと強いこう相撲取りとやるときはちょっとこう面白かったりこうします。うん、まあいろいろこう面白いのあるんですけどもねえー、うんそうですね。で正代に関してはですねその圧倒的に強いときとその なんかこうあっさり負ける時があるあんですねでこの圧倒的に強いような感じがほぼほぼそのあれでね、えー、取り組みでずっとそういう試合をしていけばですねもう横綱近づくなと思ったんですけどもそのラがあるところがね正代のこう面白さでもあるんですけども、えー、それをなるべくなくしていくとねこう横綱を。 をこ視野に入れることができるんかなと思ったりするんですね正代が今29歳ということでですねうんあの頑張ってもらいたいで貴景勝はまだ若いんでね25歳なんでえー、なんかこう不安というか怪我のね不安をなるべくなくしてもらう形で、えー、大崎をやりながら力をもっとあれしていってこう横綱を狙ってもらいたいというふうに思いますね。 うん、まあまあ、えー、今週はね、こんな感じで、えー、このあと、えー、何を見ようかなと思ってます。なんかね、ドラマや何や、わかんないですけどね。ということで、まあまあ、あの今週も頑張りましたということで、以上です。ありがとうございます。